ゆるだれとゲームチャンネルへようこそ。今回は光栄武器を使って感じた絶対にしたらいけないこととなります。皆さんはスプラ3で光栄武器を使ってますか？僕はトライストリンガーをずっと使ってきましたが、その回もあって他の光栄武器も多少使えるようになってきました。で、なんで使えるのかなとか試合を振り返ってみたのですが、光栄なりの基本がトラストで身についたからだなと思ってます。そこで今回はこの基本をもとに、特に絶対やったらいけないと感じた行動を次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず光栄で気をつけたいこと、一つ目は初動詞だけは絶対に避けることです。これは前衛でも言えることですね。ではなぜ光栄で初動詞だけは避けるべきなのかといったところなんですが、これは抑えの役割がいなくなるためです。プラにおいては初動の人数有利というのは試合の優劣に直結することが多くあります。特にガチホコやガチアサリといったカウントが一気に進む可能性があるルールにおいては命取りとなりますね。ではなぜ光栄で初動詞を避けるべきかという話ですが、前衛が初動詞した時で考えてみるとこれはわかりやすいかなと思います。ガチホコで初動割り失敗により前衛が1枚潰れた場合、そのまま前衛が守るのと光栄が守るの、どっちがいいでしょうか？この場合は光栄の方が防衛の成功率は高いですよね。で、ガチホコが相手に破られたということを考えてみると、足場においては前衛は不利な状況となってます。なんならちょっと爆風受けてダメージ受けてる可能性もありますね。この場合で前衛に防衛をさせようとした場合、よっぽど上手いプレイヤーでない限りは難しいかなと思います。まあそういったプレイヤーでも囲まれてやられるっていうことはありえますからね。ですが光栄は初動から安全圏で行動していることが多いので、詰められる前に多少の対策っていうのは可能となります。足場の影響を受けにくく、前衛よりもホコ持ちを潰すことも可能なので、前衛より防衛成功の確率というか可能性が高いっていうところですねがあります。この場合は上手いリッターとかでイメージをしてもらえるといいかなと思います。初動成功したのにリッターにぶち抜かれたっていう時は結構ダメージきますよね。なのでそういった意味で光栄はとても大事なところです。で、さらに初動は足場がほとんど整っていませんので、射程を生かした攻撃で相手を抑えることもまだ可能な時間です。まあ、移動がしづらいんで狙いやすいっていうところですね。で、このことを押さえておくと光栄ほど初動詞はカウントを進めるきっかけを与えることになりますので、注意したいっていうところになります。2つ目は人数不利に気づくことです。光栄にとって人数の把握はキルを取る上でとても重要なこととなります。例えばですが、敵の前衛を倒した後に相手の光栄が前に出すぎていた場合、皆さんはその光栄をどうしますか？もちろんこれは倒していきますよね。これって実は前衛がやられたことによる人数不利がきっかけで光栄が危機的状況になっているんですよね。強制的に光栄が最前線に出ることになって相手のマットになることが原因となります。さらにここで光栄が人数不利に気づかず粘り続けているとデスするリスクっていうのはもちろん跳ね上がります。このことを考えると、味方がやられる時というのはすぐに前線から逃げることが非常に重要となってきます。ここで光栄がデスするとチーム防衛役が不在となるため、カウントを大きく進められます。人数不利といっても最小限に抑えれれば防衛を成功させる可能性が上がります。デスさえしなければ一旦下がって防衛の準備もできますからね。この時にスペシャルも溜まってればスペシャルで一時的にしのぐこともできます。味方がやられた時こそ冷静になって次の準備をするようにしていきましょう。3つ目は味方を見殺しにしないということです。光栄で試合を有利に進めるときはこのカバー力がとてもいい試合が多いです。この見殺しにはいろいろなパターンがありますが、一番は味方が射程内で戦っているのにカバーをしないっていうのが一番危険です。まあこれはいろいろあるかなと思うんですけど、まあ、相手に光栄がいると対面する優先度が変わってしまうということが原因かなと思いますね。
この優先度の変化がなぜ悪いのかということなんですが、前衛が潰れることによって人数不利が発生する可能性が高くなるからです。というのも、公営自体の司会や対面の仕方、使い方というのは、公営を視野に入れてその周りを倒す、または見るという戦い方になります。そのため、見えたとしても射程内に入らない限りは公営を攻撃しても無駄というところがあるんですよね。なので、こういった場合は攻撃が届きやすい前衛を助けてあげた方がチームとしては人数有利を招くことになります。で、相手の後衛は生存、こちらの方が人数多いので下がるきっかけになるわけですね。さらに、カバーによってキルも取れるようになりますし、味方も生存していいこと尽くしとなるわけです。味方の対面に横槍入れることはとても大事な後衛の要素ですので、意識することから始めてみるといいかなと思います。4つ目は、味方に頼らないということです。これは後衛だけに限らず前衛でも言える話ですね。頼らない部分としては、キル、塗り、ルール関与といった試合に関わる部分ですね。というか全部です。そもそもですが、味方が若葉を持ってこようが、スクスロを持ってこようが、塗りやキルは必ずはしてくれません。というのも、前衛と後衛または武器によっては状況次第でその行動が一切できなくなるからです。キルを取りたいんだけど足場が悪いから前に出れないっていうのもありますし、キルを優先しないとそもそも塗りができないとか、様々な理由があります。このような状況で味方に頼って期待した行動をしてもらうのはとても難しいのかなと思いますね。あくまでこちらの期待となります。なので、こういった期待を持つのではなく、それしかできない状況を作るっていうのが非常に重要となってくるわけです。自分で作れるようになれば、そもそも頼ることがなくなりますからね。しないならするしかないという選択肢だけを残すように、状況を作ってあげることが大事となります。大量のキルを取って塗りしかすることがない状況を作るといった感じです。ただ、大量のキルを取っても塗らない味方は絶対にいます。何も変わらなかった場合は自分で塗りをするようにしましょう。こういった試合は本当に自分一人でキルも塗りもしないと勝てない試合っていう傾向が強いです。そもそも連携が取れてないっていうことですからね。最後の5つ目ですが、前に出るのが遅れないということです。防衛をしている時に強く感じた部分ですね。というのも、前衛が1人や2人で上がるよりも、後衛が1人でも前に一緒に出る方が相手にとっては辛くなるからです。裏においてはチョークポイント、必ず通らないといけない場所というものが多く存在しています。このチョークポイントは自陣の防衛ポイントとしても重要な場所ですが、ここを取ることによって試合を有利に進めれるというのがあります。キャラポートのこの部分とか後衛がいると全く進めれないですよね。ですが、逆に後衛がここを取ってしまうと相手は身動きができなくなります。前衛だけだと囲まれるだけなんですが、後衛が一人いるだけで相手の陣形が大きく変わるんですよね。ですが、これはあくまで後衛が前に出たからできる抑えとなります。この抑えの加勢が遅れてしまえば、それだけ前衛が敵に囲まれる時間が長くなり、チャンスを失いやすくなってしまいます。もちろん、後衛武器で前に出るっていうのはかなり勇気がいる行動かなと思いますね。ですが、腕前を上げていくなら、後衛が前に出るスピードっていうのはプレイしていてとても大事なことだなと思います。前衛と離れすぎるほど孤立して敵に狙われてしまいますので、味方と一緒に前に出て抑え込むようにしましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。後衛武器を使って感じた絶対にしたらいけないことはいかがでしたでしょうか。5つそれぞれ紹介しましたが、1つ単体だけでは成立しないっていうこともあります。全てがつながっている部分ではあるんですよね。なので、絶対したらいけないこととは分かっていますが、そもそものラインの見極めっていうのも重要になってきます。そのラインが分からないうちは、積極的にデスやキルをたくさん経験して、自分なりにここは危ないなっていうラインを作っていきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。